はい、今日もサスリクの天使続きやっていきたいと思います。前回はね、新しい部屋の前で終わったのかな。そうそうそう、ちょうど鍵が開いたんだよね、ザックの名推理によってまだ言うよ、多分3回目やで、それそのくだり3回目何も推理しない。はい、行きましょうか。どうぞ。暗い、明かりをつけないと。うわお。ああ、そういうことか、うん、強制セーブさせられるかと思った。あ、これ電池切れるやつやで。マジで、だって電池はあとすごい。え、うひひ、うひひ、うひひひ、誰かの名前、経歴などが書かれた書類がある、履歴書のようだ。面接を行ってるかな、こんなとこで。やばい。お、一緒ですね。死体洗う仕事金なさそうだな。たくさんの履歴書がファイリングされている、ほう。あ、ワトキン・ベケット、この名前さっきも見た。これ全部ここに来た人の履歴書なのかな。そしてこの人やっぱりここで死んだんだ。ファイルの下からまだ閉じられていない履歴書が滑り出てきた。お、履歴書のような紙が散らばっている。これ私の名前が書いてある、うん、細かく私のことが書かれてる。へえ。どうした。ああ、まだ他の人のもある。まさか、ザック。おお、アイザック・フォスター。フォスターか。出生日不明、推定年齢20前後。幼少時、孤児院に在籍していた形跡があり、未認可の違法施設であったため、いきさつ、経緯などの詳細は不明。売買の可能性あり。うん、劣悪な環境であった施設は後に摘発されるが、その時点でアイザック・フォスターは行方不明、うん、同時に施設の底から多数の子供の骨が発見されている。さらに施設内には経営者である夫妻と見られる人物の惨殺死体も発見されている、うん、庭の骨と、施設内の遺体は死亡時期が大きく違っていた。施設内の遺体の死因が刃物であることから、夫妻の殺害はアイザック・フォスターの犯行とみられる、うん、ほいほい。アイザック・フォスターの消息は途絶える。しかしその数年後〇〇〇〇州で起こった連続猟奇殺人事件の一部は彼が関与している。一部だけな。殺害現場は複数箇所に及ぶ。犯行時儀式などの思考は特にない。ただ人の感情にひどく反応する傾向がある。身体能力は高いが犯行は計画性に乏しい。教養知能はあまり高くない。バカって言われてる。つまりバカってことね。また包帯で上半身を覆っている、上半身には火傷跡があり、幼少期の施設滞在前後に負ったものと思われる。地域、P6 所属であったが、ルール違反により標的の変更済み、うん、ってことはこれ最近の情報じゃん。そうやな。死因、空欄、殺害者、空欄。おお、これから殺すぞと。ここ、殺害者、空欄ってことは、うん。さっきのあの、ダニー先生、殺されてないってことよな。いや、ダニー先生の履歴書はまだ見つかってないでしょ、でも。でも、ザックの、うん。履歴で、殺害者、空欄っていうのはおかしくない？あれ、ザックを殺害した人ってこと。ああ、そういうこと？うん。これ、多分、あの人の。住んでた施設で人を殺したの。他にも連続殺人をして。その後、ここで人を殺していたのかな。死因も殺害者も空欄。ここで死ぬと、この空欄が埋められるんだ。今は逃げる側だけど、
何人殺したんだろう。そこ気になるの。とりあえず、これを持って戻ろう。いや、逆上しておかれそう。そういえば、まだこの部屋の奥の方は調べてないな。はい。そんな持って帰って大丈夫か？いや、逆に怒られそう。うん。んだよ、あんなもん。子供向け。ほうほうほう。何持ってきてんだよ。読めねえんだよ、字がよ。宗教関係の本が並んでる。私が知ってるのと違う気がする。なんだかよくわからない、うん。いろんな宗教がありますからね。ほうほうほう。墓石のカタログも並んでるんだな。そんなんあんの？カタログって。お？お？奥に見えるの。あれば？あれはかな、うん、扉かな。一応確認しておこう。切れそうだぞ。え？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 なんだろう、このくぼみ。ここに立つとスイッチみたいな音がする。でも、何も起こらないな。あ。あ、ん？また鍵穴がない。床に仕掛けみたいなくぼみがあるけど、乗っても開かないし。あ、なんか分かった気がするな。なんか思い出した気がするな。確か、あっこの仕掛けじゃないか。どこでもとは誰かいるの？あのね、足玉なんだよ。2回目の。僕は君の望みは知っているよ。僕は君が好きだから、きっと素敵にしてあげられる。だってここは僕の場所だもの。このフロアの。おう？おい、何ちんたらしてんだ、早くしろよ。もう開けてこいよ。めっちゃ怒ってる。あ、びっくりしたのかな。一旦戻ろう。短期か。まあ短期ですからね。この辺開いたりしないの？ああ、開いてるのは開いてるけど、特に何もないってことか。めっちゃイライラし、どちゃくそイライラしてんだが。反復横跳びにフォードがあるな。何これ。遅いんだよ、何してんだ。こっちが聞きたい。だよな、わかる。目推理したのによ。で、なんかあったか。右奥の扉の先には、試乗室みたいなところがあったよ。その奥にも扉があったけど、それも鍵穴がなくて開かなかった。はぁ、あ、またかよ。あと、これがあった。やめとけて。ああ。履歴書。履歴書？何が書いてあるんだよ。言い方がバカだ。レイチェル・ガードナー、私のことが書いてある紙。んだよ、しょうもねえな。お前のことが分かったところでそれ以上もいいかもねえだろ。お、ええこと言った。それと、アイザックって人のこと書いた紙もあった。これは、あなたのこと？それで、それを読んでてめえはどう思ったんだ？ん？ああ、そうだよ。アイザック・フォスターは俺だよ。お？あ？うん。どう思ったか？別に。これは、あなたのことが書かれてる紙。それ以上でもいかでもない。急な沢尻エリカ出た。お前は怖くねえのかよ、俺が。怖い？怖くはないよ。昔お前みたいなことを言った女がいたよ。最初は普通にビビってたのに、新聞に載ってる連続殺人の犯人が俺だって気がついてから態度が変わりやがった。俺に怖くない、ファンだったとかペラペラ喋ってきてよ。
面白いから逃げる時間を3秒から5秒に増やしてやったんだ。でもそいつは逃げられなかった。だから殺してやろうとしたらすっげえ暴れ出しやがって。ああどうしようかなーって思ったんだけどよ、あんまりにもバタバタしつこいから、怖くないなら暴れるなって言ったんだ。そしたら、お前に殺されたくないから言ったんだ。だってよ、そいつは俺に殺されたくなくておべっか使って生きようとしたんだろうな。俺は嘘が嫌いなんだ。だから殺してやったよ。その話は私があなたに殺してもらえることと関係するの？あ？その手順を踏むと殺してもらえたりするの？ああ、でも私が逃げるとき5秒じゃなくて3秒だった。何言ってんだ？ 5 秒じゃなくて3秒だった。ああ、くっそそうか、こいつ俺に殺されたいんだった。つまり怖くないっつうのは。どうしたの？おい、なんでもねえよ。つうか、なんで怖くねえんだ？だって私、あなたのことを知らないから。知らないって、お前その紙読んだんだろ。字が読めるんだろうが。読んだ。でもあなたに会ったのはさっきのことだから、まだあなたのことはよく知らない。だからあなたに対して何も思えない。ああもういい、つまんねえ。でそんだけかよ。扉の前に仕掛けがあった。でも多分もう一つ仕掛けがあると思うから、少しこっちで探したい。おお。ああ。それと。まだあんのかよ。声が聞こえた、ドラえもんの。このフロアの人の声だと思う。私の望みを知ってるって。そうかよ。おい、行くぞ。ああ、その前に。ん？お？やっぱこっちも壊さねえとイライラして仕方ねえわ。待って。ああ、この墓石も買ってえな。この墓石残しちまってんのがなんかイライラしてたんだよ。おい、行くぞ。お前が入る墓はここにはねえんだ。おー、かっこいい。お前が死ぬのは俺が地下から出た後だ。おー、やっぱ壊したか。あ、壊した記憶はあったんだよ。おー、なるほどね。うん、我慢するわけないが、ザックが。小さなメモが落ちている。僕が手を貸してあげるよ。ほう。おい、なんかあったのか？なんでもない。ようなことが？幸せだったと思う。さて、仕掛けを探しに行きましょうか。ついになる仕掛けを。こっちは？お、なんかメモ落ちてるよ。待て。あ、これか？うん。おう。苦しみたければ苦しく、楽なのがいいなら優しく、お好みの方法を選んであげる。うん、はあ、ザックも何も喋らんかったじゃん。なんだこいつ気持ち悪いなってなってるじゃん。おう。メモが落ちている。ねえ、どんな殺され方をしたい？さっきから立ち止まってんのはなんだ？殺してあげるってメモに書いてるの。ああ、ち、それだけか、反応。お、水の中に何かが沈んでいる。あれ、あ、あれ、もしかすると、あ、あれか、あれどうすんだ。わからないけど、あそこに行って沈んでるくぼみに立っていてほしい。この水の中に、俺がかよ。嫌なら別に。おい、俺は行かねえとは言ってねえよ。積んでるじゃん。お前と違って俺はここで殺されるのは真っ平なんだよ。だいたいさっきから黙りこくりやがって、
とにかく勝手に死のうとも殺されようとも考えるな。俺がここから出られなくなるのは困るんだよ。でも本当にあなたは私を殺してくれる？私つまらないから。そもそもよ、死にたいんだったらなんでてめえで死なねえんだ。自殺はダメだから。ああ？なんでだよ。神様がそうおっしゃったから。俺に聞くな。だって私もよくわからない。でも神様が言うならそうなら許されない。へえ、神様がね。なら俺、なら俺に殺される努力をしろってんだ。どうすれば？役に立てってことだよ。そんで殺されたいなら面白くしろよ。こう怒ったり泣いたり。怒ったり泣いたり。表情の筋肉っつうか、もうお前死んでんじゃねえのか？生きてるから殺してもらいたい。ああ、わかったわかった。じゃあほら、笑ってみろ。笑う？お、笑った。どう？目が死んでる。そう、ダメね。しょうもねえことに時間使っちまった。おい、あそこに乗ればいいんだな。お前もとっとと行けよ。こっちは水の中で冷てえし、気持ち悪いんだ。さっきのくぼみのところへ行って、私もその上に乗ってみないと。これ二人じゃないとクリアできないって鬼畜じゃない？うん。一人で来たやつ絶対死ぬじゃん。絶対殺すまんよ。あ、墓石を置きゃいいんか。ああ、鶴橋とかな、その辺の。確かに。一人でもできる。ああ、びっくりした。なんでサイドかけた？ん？小さなメモが落ちている。戸惑うことは何もないよ。わかるでしょ？僕と君の望みはぴったりなんだから。ドラえもん？地球破壊爆弾ぐらい欲しそうやな。レイチェル。暗い。さっきも言った。明かりをつけないと、さっきも聞いた。まだあるんかな、電池。ほら、まだ少し。おう。おう？君の望みを叶えてあげる。でも僕にも望みがあるんだよ。知らんがな。できれば君の方から身を預けてほしい。ほら、だって両思いっていいよね。もう気持ち悪いやつしかねえな、この建物。やべえな、やっぱり。僕は君のことよくわかるよ。君は死にたいんでしょ？まあ、そうなんだけど、ザックが怒るからさ、あいつが。ねえ、だからイエスと答えて。開いたね。くそ、いつまで水の中にいればいいんだよ。あ？なんか足の下が鳴ったな。わかんねえけど、もういいだろ。アホすぎるな。わかんねえのに上がるな、やめとけ。あいつ今頃うまく進めてるんだろうな。とりあえずさっきあいつが入っていった隙間に戻るか。お、単独行動危ないぞ、お前。お、お、あ、ここやっけか。ああ、なんだよ、電気くらいちゃんとつけろよ、このオンボロビル。音が消えたな。危険を察知しました。お、まだ戻ってねえな。この奥どうなってんだ。あいつこのまま逃げたり、いや
逃げんのはねえか。つーかなんだあいつ逃げねえし表情一つ変わらねえ。殺すにしたってあんなすまんねえ顔じゃな。お、まあ、さっきのは目が死んでなきゃ悪くねえ顔もしてたけどよ。あー、イライラしてきた。何にイライラしてんだよお前は。またかよ。うお、マジかよ。真っ暗だな。あれ、笑い声せんかったか。誰だ。この墓荒らし。お。あ。やあ、ザック。やあ、チャッキー。なんでや、なんでチャッキーだった。エディ。せっかく君のお墓まで用意してあったのに、自分の墓さえ荒らすなんてどうかしてるよ。それにしちゃ俺の墓はかなりお粗末じゃねえかなあ。ちごめんね、君の分は急だったから。その墓穴も掘りかけなんだよ。でも墓石はそのままでいいよね、君にはぴったりだ。先にお前の墓を作ってやろうか、老人魚にしてやろうか。おお、それに君よりあの子のお墓を早く作りたいんだよ。僕ね、一目惚れなんだ。いつもいつも他の人が殺した死体のお墓ばっかり作ってて、最近ちょっとつまんなかった。お墓を作るのは好きだけど、中に入れる人間が愛おしくない。そんなの美しくない。でも、あの子には僕の理想のお墓を作ってあげたいんだ。多分ね、どっちも、年も近いと思うし、何より彼女の気持ちを分かってあげられる。思い思われ両思い。一方的なぐちゃぐちゃしたよりも、ずっと綺麗なはずだよ。ああ、彼女が望むなら、ぐちゃぐちゃでもいいんだけど。気色悪いこと言ってんじゃねえよ。何？僕の美学と彼女はきっとぴったりだよ。君よりね。だから僕があの子を殺すんだ。ガキが調子に乗りやがって。絶対当たってへんから。ちぇ、くれえな。あ、逃げたんか。クソガキが。あいつ。お？お？おい、戻ってこい。お？お？寒い。ん？開かない。あ、ライトの調子が悪いのかな。また。おお、びっくり、ちょっとびっくりした。そういや、あったな、そんな。めっちゃダッシュで追いかけるじゃん。全然ビビってないじゃん。もしかして、電池があまり残ってない？おお。ねえ、レイジル。僕が君の望みを叶えてあげるよ。今のは？お？あ、なんか機械がある。うん。温度管理の装置のようだ。水温を調節するバーがついている。気温や温度が表示されている。うん。あ、冷蔵庫。あ、なんか死体のなんとか感情かな、腐らないようにとか。ああ。何か書かれている。これは僕のもの専用。どういうことやねん。レイチェル専用ってことかな。ファンのようなものが動いている。お？ん？ ん？ピコピコ。ピコピコ。セーブポイントみたいな。温度計。温度計かよ。随分と湿度が低い。温度。温度か。うん。あの人に水の中に入ってもらっちゃったけど、ちょっと悪かったかな。水温上げてあげよう。いや、もうおらんやろ。もうおらんって大丈夫って。
はいはい。こっちで、あ？冷たい水で満たされている。水からは薬品のような匂いがする。ホルマリンかな？ホルマリンはガスじゃなかったかな？ホルマリン漬けとか言うじゃん。あれ液体じゃないの？ガス。え？ね？ね？え？あ？あ？鍵穴はないはずなのに。お？ん？サザエさん来る？またウフフって来る？来ないな。サザエさん来ないぞ。来ねえな。じゃんけんポン死に来ないよ。え？え？なんかあったっけ？全部調べてない？その辺。よし。あ？ああ。あ、水温を上げてあげようって言ったんだ。ああ、それでな。ああ、そっか。なるほどね。ダメだよ、レイチェル。え？明かりが？そんなに驚かなくてもいいのに。さっきから君に声をかけていたのは僕なんだよ。逃げなくてもいいよ。僕は君を他の人みたいに突然殺しちゃいなんかしないよ。いや、まあ、殺すんでしょ、でも。それに、僕は君の望みを知ってる。私の望み。うん、そう。それに大丈夫。僕は君をよく知ってるんだよ。君のお父さんとお母さん、周りのものがどうなったか全部ね。だから、僕なら君を楽に殺してあげられるし、君にぴったりのお墓も作ってあげられるよ。それにほら、僕たち見た感じ年も近いし、きっと気が合うよ。めっちゃ年が近いのオスじゃん。私は。なんで黙っちゃうの？ねえ、お願いレイチェル。イエスって答えた。もう覚えてたもん、このセリフ。おお、おい、戻れ。ポケモンか。戻れっつってんだろうが。ポケモン扱いされてる。よくやったレイチェル。クソ、聞こえてねえか。どんだけ奥まで行ったんだあいつ。ったくよ、あの墓掘り野郎、俺を出し抜く気かよ。あんなガキ、あいつに一目惚れだ。自分で殺したいな。気持ち悪い。今死なれちゃ困んだよ。あいつこっから入って右奥に部屋が続いてたって言ってたな。確か右の部屋にボロい壁があった。行ってみるか。おお。ほう、ボロい壁があったの覚えてらっしゃる。賢い。そうか。本当にそう。これか。お、手洗ったところやな。うん、壁に亀裂が入ってる。ああ。それ、ないよ。ああ、会話が聞こえてるんだ。ああ。あ？ここか。賢いな。おい、聞こえるか？そこにいるのか？ねえ、レイチェル。君は何を迷っているの？君の望み、口にしてみてよ。死にたい。ほら、やっぱり。あのね、レイチェル、僕が君を殺してあげるよ。だから、イエスと言って。3回目なんだよな、これ。もう、じれったいよ。ねえ、もしかして、あいつのせい？ねえ、どうしてザックと行くのいるの？彼に。殺してもらう約束をしたから。へえ、変なの。僕が代わりに殺してあげるのに。でもそうしたら彼はここから出られない。何それ、そんなの何の問題もないよ。おお、来たか。おい、聞こえるか？そこにいるのか？ああ、耳障りなのが来た。ねえ、
選びなよ。あいつに殺されるか、僕に殺されるか。大好きなレイチェル、きっと素敵に眠らせてあげる。てめえの美学っていうのも随分雑だな、おい。そいつをつまんねえ顔のまま殺すってか、バカかお前。バカにバカに。ああ、うるさいな。僕は今レイチェルと話してるんだよ。おい、聞こえるか、墓掘り野郎じゃねえ、てめえだよてめえ。私？そうだよ。おい、てめえ勝手に殺されようなんざ思うんじゃねえぞ。うわ、かっこいい。このビルにお前を殺したい奴がたくさんいるんだよ。でも絶対に俺がお前を殺してやる。神に誓ってな。うわ、鳥肌立った。かっこいい。かっこいいな、ザック。神様に。ああ、そうだよ。だから俺以外に殺されんじゃねえぞ。レイちゃん死んだって今。よう。クソガキはどこだ。どうしてレイチェル。僕が殺しても問題ないのに。バーカ、問題ありありなんだよ。ああ、君ってほんと野蛮だな。ねえレイチェル。君はこいつに殺してほしいの？きっとぐちゃぐちゃにされちゃうよ。僕の方が絶対にいいよ。ごちゃごちゃうるせえ。でき、出てきやがれ。ぶっ殺してやる。レイチェル、君は僕が殺してあげるよ。だから、待ってるね。おお、めっちゃサザエさんおった。クソあの野郎逃げやがった。つうかてめえもひ弱だな。俺に殺されなくてもすぐに死んじまうんじゃねえか。うん。ああ、さっきも言ったけどよ、死ぬんだったらちっとは役に立ってから死ねよ。あなたの役に立てたら私を殺してくれるんだよね。だからそう言ってんだろうが。さっきこう言った。神様、神様って、神様に、そう、神様に、神様に誓ってって。本当に神様に誓ってくれるの？神様に誓って殺してくれるの？あー、しつけえな。俺は、嘘は、嫌いなんだよ。そう、わかった。私、頑張る。頑張れ。あなたの役に立つようにする。頑張るんば。わかりゃいいんだよ。で、どうすんだこの先。さっき扉が開く音が聞こえた。多分下の方の扉が開いてると思う。あの子待ってるって言ってたから。じゃあ今回はこの辺にしましょうか。なんか今回で終わると思ったんだけどね。意外と終わんなかったな。このフロア長いね。うん、
サザエさん、増殖系サザエさん。ツルハシ、うん、多分これツルハシなんだ。ツルハシは完全に壊れているって書いてあったね。ああ、なるほどね。ここで拾ったやつだ。さっきのでぶっ壊れちまったよ。こんな使えるもんなんだったら最初からもっと使っておけばよかったな。どういうことやね。これでこんなにたくさん壊すなんて思ってなかったから。ああ。じゃあ次回多分エイディとのバトルに、はい、バトルかななるんかな。なんかちょっと覚えてるけど難しかった気もしないことが。マジで、うん、難しいのかっていうかね、操作性があんま良くないじゃんこういうゲームって。普通のね PS4 とかスイッチとかのゲームだったらいいんだけど、コントローラーがおぼつかないっていうか、そう、そう、うん、動きづらいでしょ。ちょっとね、そう引っかかるというかな。そう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 、うん、ちょっとねアクション入ったらね、うん、きついかな。それではご視聴してくださった方々ありがとうございます。ありがとうございました。また明日か分かんないや。